はい。島根一区の補欠選挙ですね。まあ、これ、えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、東京15区、あと長崎3区、あと,まあと、まあ、島根一区って言って、まあ、この島根一区は、その、細田前衆議院議長が、まあ、亡くなったっていうことで、まあ、それに伴う、あの、まあ、選挙、補欠選挙なわけなんですけど、まあ、ここで、その、野党共闘が、その、共産党の、え、尽力っていうか、まあ、共産党が擁立を見送ってくれるっていうことで、もう、改めてね、この共産党の野党共闘の、え、の、まあ、あの、献身的な努力には、まあ、 もう敬意しかないですし、本当にもう感謝しかないわけなんですけど、まあえー、こちら、時事通信の記事なんですが、えー、共産党島根県委員会は18日、衆議院島根1区補欠選挙、4月16日告示、と28日投開票で、予定していた新人の擁立を見送り、立憲民主党元職の亀井明子氏を自主,、えー、自主支援すると発表した、野党系候補は亀井氏に一本化されることになり、えー、自民党公認候補との、えー、事実上の一騎打ちとなる見通し。 っていうこ,とで、まあ、これに関しては、あの、なんか、これ、今、あの、これタイトルにもある通り、なんか、一騎打ちの見通しっていう要素にはなんですけど、あの、まあ、当然、なんか、もう一人、あの、無所属で、候補している、まあ、この方は全然主要政党とかの支援は受けてないので、あの、まあ、あのまあ、あの、まあ、あの、 あまり、その、真剣に見る必要はないのかなっていうふうに、まあ、それ言ったらちょっと失礼ですけど、あの、立候補されている方にはね、当然、あの、どういう理由があれ、まあ、経緯はありますけど、ただ、まあ、主要候補としては、まあ、この二人が、今、今のところ、その自民党と亀井さん、立憲の亀井さんっていう二人が、まあ、あの、出馬表明をしているわけなんですけど、まあ、そうした中で、なんか、維新が、その、なんか、最後までその、擁立の可能性をちょっと探っているみたいなことを報じているところがありましたので、なんで、まあ、これ、g 通信はなんか、一騎打ちの見通しって言っていて、まあ、それが、現実に,になれば、まあ、それは、あの、それに報じたことはないっていうか、もう それほどあの、まあ、当然一騎打ちになった方うが勝、ね、つ確率っていうのはあの立憲の勝つ確率っていうのはあの高いと思いますからそれ維新っていうのはその自民党よりも野党から票を奪うように思いますから特に今はその維新っていうのも野党、えーまああの、かなり自民党政権を厳しく追求していますから。 ですから、維新にはちょっとあんまり、あの、擁立しないでほしいなっていうふうに、まあ思うわけなんですけど、え、まあ多分、まあでも、一級賞見通しって事通審が報じてるので、まあ、そが事実になることを、まあ、祈りつつ、え、まあ、話していこうと思うんですけど、まあ、これに関しては、まあ、この選挙で政治の流れを、ま大きく変えようっていう話ですね。あの え補欠選挙こう、さっきも言った通り、これ、東京15区ではあの、まあ、秋元司があの、まあ、の公選法違反で、まあ、先日有罪判決も出てましたけど、まあ、あの人が、えー、辞職したことで、まあ、東京15区では選挙はあるんですけど、まあ、あれに関しては、野党共闘が実現するのがちょっと不透明っていうか、あの今、確か維新の,あの金沢優衣さんっていう、あの方確か以前も出てたと思うんですけど、前の選挙でも出てたと思うんですけど、この方と、あと共産党の、えー、小あつまさんと、あと、参、えー、政党の えーえー、まあ、ちょっと吉川さんって方でしたかね。あと、日本保守党の,あの飯山あかりさんっていう、あの、まあ、デマを先導するような、ろくでもない人ですけど、まあ、こういう感じの人間が、その、出揃っているわけなんですけど、あと、あ秋,秋元司って今言いまして、柿沢美斗ですね。間違えました。すいません。えー、っと、はい。えー、柿沢美斗が、えー、まあ、もう、もう、先術これで、そあやあの、あの人が、その、辞職することによって生まれた補欠選挙なんですけど、まあ,あの人もなんか、有罪判決食らっておきながら、なんか、あの、 選挙に立候補するみたいなことを言って,いてまあ、それはねあの、あの人が立候補したら、それは当然その、なんか自民党が、自民党が、いまだになんかこう、この東京、中国に関しては、なんか、えー、擁立すらしていないっていうことで、なんか、その、えー、なんか不先輩になる可能性も、なんかそこそこあるのかなっていう感じなんですけど。 まあ、あのまあ、それはそれでいいんですけど、ただやっぱ、まあ、あの自民党が擁立したら、それは秋元司と、あのまあ、が割れるでしょうから、まあ、それはそれでね、あの、まあ、好きにすればっていう感じなんですけど、まあ、それでなんか、東京15区はなんか、かなり厳しいっていうか、なんか、まあ、維新がちょっと勝っちゃう可能性もそこそこあるんじゃないのかなっていうふうに、まあ、それは自民党よりはね、今の情勢では、維新が勝った方が、まあ、まだ、あの、まあ、く文化は、その、ましなのかなっていう感じなんで、まあそ、そんな感じなんですけど、東京15区に関しては。 え、ま、それで、まあ、あと、もう一つの、長崎三区っていうところでは、え、確かあの、その、立憲のその、山田勝彦さんっていう方でしたかね。あの人が、あの、今衆議院議員なんですけど、ま、それでその、補欠選挙に立候補するっていうことを表明していて、 それで、まあ、自民党は、あの、えー、なんか、候補者擁立するのかしないのか、ちょっと、こっちに関しては定かですらないっていうね、東京十国と同じく。まあ、それで、なんか、不先輩になる可能性もあるかもしれないっていう感じで、それで、まあ、立憲の方が、この山田さんが勝つ可能性っていうのも、まあ、結構あるっていうような情勢なわけなんですけど、まあ、そうした中で、この、島根、えー、何区でしたっけ ?1 区ですかねえの、えー、亀井明子さんは、まあ、えー、島根1区ではもう自民党が、あの、なんか、財務省の、えー、官僚の、まあ、あの、 えー、も元官僚の人が、なんか、えー、候補者として擁立されてますけど、まあ、典型的なその自民党の政治をなんか進めそうな、あの不敗政治を進めそうな、まあ、典型的な官僚みたいな人ですね。まあ、この人があの、まあ、擁立されているわけなんですけど、まあそ,えー、そうして中で亀井明子さん、まあ、この方、以前も、あの以前からもずっと島根で活動されている方で、えー、っと まああの、ええー、まあ前回の選挙でも立憲からあの出馬されていた方だと思うんですけど、まあこの方が今回その共産党、あの今回はその共産党がそのまあもともとあの、まあ候補者を擁立することを予定していたわけなんですが、まあそれを取りやめて亀井さんを支援するということで、まあ改めてですね、この共産党のその懸命な判断にまあ敬意を表したいと思いますし、やはり当然一騎打ちの方があの勝つ可能性は高いですから、まあ共産党のあの、まあ献身、この野党共闘への献身ぶりっていうのは本当にもう敬意しかないっていう感じなんですけど、 ま、それで、あの、亀井さんっていう方に関しては、なんか本当にその、なんか幅広い層からその、この方支持を受け、え、出るような方だよなっていうのは思っていて、あの、ま、この方、あの、もともと保守的な、あの、観点も持っているっていうか、その、例えば、ま、韓国、ま、この島に行くって竹島も含まれている、あの、え、選挙区なんですけど、ま、ここでその竹島に関してもかなり、あの、強くその主張しているっていうか、なんか竹島の日の、あの、なんか集会とかにも、あの、まあ、 なんか自民党の議員とかなんか秘書の代理出席とかなんかそんな感じのことやっていや国守る気あんのかよっていう保守を名乗ってそれかよっていうこともなんか以前ツイッターで言ってましたし、やっぱりあと中国のね中国共産党の,この応募に関してもかなり批判的なことを言っている方ですし、 あと、ま、あ日本のその農業とかそういうようなことについても、あの、かなり、あの、まあ、保守、保守の人からもね、かなり、ま、支持をできるようなその政策も掲げているか、方ですから、ま、あそれは立憲も、立憲自体ね、その、全然なんかその、ね、ネト洋はなんか、実験は左翼みたいなこと言いますけど、まあ、ああの、私は左翼ですけど、立憲は全然左翼じゃないっていうふうに、まあ、ああの、ま、あ自他共に認める左翼の私が言いますけど、全然その左翼じゃないんですけど、ま、あそうした中で、その亀井さんっていうのはかなり、ま、あ保守的なそういう側面を持ちつ、あと同時に、あの、ま、あジェンダー平等とかそういうような、あの、 観点でもやはり選択的夫婦別姓とかそういうようなことについてもかなり声高に訴えておられますし、まあ、当然ご本,ご本人も女性ですからねそういう意味でもあのジェンダー平等を強く訴えているっていうのは、まあ、あの自身の経験とかもあってっていうことなんでしょうけど当然。 あとまあ原発の問題とかでも、確か島根1区ではその松江原発でしたかね、ちょっとあの名前間違えてたら申し訳ないんですけど、原発がある選挙区だったと思うんですけど、原発があるっていうか、原発の建設がなんか進められていて、それがかなりその問題化している選挙区だと思うんですけど、これに関してもかなりその、カメリさんっていうのは以前、か緑の風っていうあの政党を。 あの政党に所属していて、あのそれでなんか反 TPP と、あと脱原発とか、そういうような政策を基軸としているあの政党でしたから、もうこれ、筋金入りの,その脱原発の政治家であるっていうことで、まあ、この脱原発っていうのは、なんか別になんか、その左翼とかリベラルとかそういうようなことじゃなくても、当然、なんか右派系の方でもね、普通に脱原発の方はいるとは思うんですけど、まあ、ただやっぱり、その、今の政治状況では、なんかリベラル寄りの人たちが、まあ,あ、脱原発っていう、まあ、それは当然、その科学的な判断をすれば、原発なんていうのは、世界のど どこにもいいらないっていう判断になると思うんですけど。 まあそうした中で、その原発問題に関しても、その、ま、リベラル寄りの人とかからも、その、ジェンダー平等とか、この原発政策とか、エネルギー政策とか、そういうような点ではかなり、あの、ま、亀井さんっていうのは信頼できる候補者だと思いますから、そういう意味で、ま、立憲自体ね、その、保守とリベラルの両方を持っている政党ではあるの、あるんですけど、ま、どうしてもその、なんか、ま、あの、例えば野田義彦さんとか岡田克也さんとかだと、なんかかなりその、なんか保守系っていう、あの、イメージがあって、ま、それで、実際その、かなり強い、あの、ま、地元では強い政治家だとは思うんですけど、そういう そのまあ、リあの対してその、えー、なんかリベラルっていうあの感じが強い候補も多いっていうか、その、まあ、杉尾秀哉さんとか、あと、えー、まあ、他にも誰かいますかね、えー、っと、あと、尾辻かな子さんとかですかね、まあ、そういうような方は、まあ、リベラルとか、左派とか、そういうような、あの、 ま、い合いが強いと思うんですけど、まあ、亀井さんっていうのは両方を、そう、持ち備えているっていうことで、まあ、こういう、その、自民党政治を、えー、ま、終焉、自民党政治、この自民党不会政治の、この、終焉のきっかけになる可能性のある、この重要な選挙で、この亀井さんっていう、ま、大切な候補がね、あの、戦えるような選挙になって、ま、本当に、あの、良かったなっていうふうに思いますし、やはり、ま、この選挙も絶対に、あの、勝たせなきゃいけないっていうか、もうこれ、国民民主党も、あの、この亀井さんっていうのは支援する。 をするっていうことをもうすでに決めていて、それでなんか連合の吉野会長がなんか共産党がなんかあの、関わるんだったらなんかあんまあ支援はできないみたいな、ああいうなんかもう自民党のスパイみたいなことを、なんか少し前に言ってましたけど、まああいつはもう論外として、それで共産党も今回支援するっていうことで、まあ井さんもこの共産党の判断に関してはありがたいっていうようなことを言ってますから、まあそういう連合の吉野のね、ああいうあのクソみたいな発言は全然気にしていないと思いますから、まあそういう意味で本当にこの選挙っていうのは、あの、この政治の流れを大きく変える、あの、まあ、 かなり重要な選挙っていうか、もう東京15区と長崎のあれっていうのはもうかなり、あの、まあ、自民党が勝つあの可能性っていうのは結構低いっていう感じではあると思うんですけど、まあ、この選挙ではね、結構その、まあ、接戦になるんじゃないのかなっていうふうにはま思いますから、かなりその島根、島根っていうのはその自民党のえ強い、えー、地域で、まあ、あの、えー、石橋ゲルはま、鳥取ですけど、あの、ま、その、えー、隣っていうことで、まあ、かなりその石橋さんとかもなんか熱心にこの選挙にはちょっと取り組んでるみたいですけど、まあ、そういう感じで、あの、 まあ、ただ自民党へのね、あの不満っていうのはもう、今、かなりもう戦後、最悪っていうか、最悪っていうか、自民党にとっては最悪でもの、あの、まあ国民からすると、その自民党への不満っていうのは、かなりもう、 できないほど爆発していると思いますから、まあ、このえ爆発した怒りをもうこの選挙に、あの選挙結果で表せるようなことになる、えー、できるべく、あのするべく、まあ、私たちも、ね、このネットでいろいろ発信するっていうのを無意味ではないと思いますから、あの本当にまあ亀井明子さん、ぜ、ま、ひ、あ、頑張っていただきたいと思いますし、まあ、この選挙がその自民党の、えー、不敗政治を終わらせる、まあ、そのきっかけになる選挙になることを、まあ、心から願っていますね。